さらには前段へと車を進めていきます。前受け7番鈴木、車を下げていくのかどうか、前段に清掃状態。外を抑えていくか、2番の東。左手赤番の奥に2周で前を抑えた2番東。今度は1番の清水が上昇、前を抑えていきます。1番清水先頭を送り出して2番東が4番手、下げて7番の鈴木、7番手も巻き返し、さあ先頭を取り返しに行く7番鈴木のジャンガマシ。金を聞いて7番鈴木は先頭です。中台地4番手は1番清水、2番東が候補、7番手隊列元に戻りました。先行態勢は7番鈴木、ホーム一本棒、最終周回、明治明け7番鈴木、マークは3番山本、8番中川、混成ライン先頭にまで3番手、中内地4番手は1番の清水、バックも一本戻っています。3番のカーブ、飛ばしていく7番鈴木、番手絶好流れ、3番山本、8番中川、3番手、4コーナーから直線、7番鈴木先頭を追っていく3番山本、7番鈴木宏行振り切ったか、7番、3番、8番か、1着接戦。奥手に蓋をする動きとなっています。6番サイが先頭、中南並走状態、内1番奥で、外は7番大松、4番手並走、7番の大松が1番奥手に蓋をする状況となっています。左手赤番残り2周、誘導対比、6番の浅井踏み込みました。さあ中段取りに行くか、7番の大松、1番の奥では車を下げざるを得ないか、6番手インコース、苦しい状況となっています。カノキーテ、命中分けです。6番サイマーク、4番藤田、中近内先頭2番手、短期8番池田が3番手、7番大松は4番手、1番奥では6番手、直線コース最終周回、さあ飛ばす6番サイマーク、4番藤田が先頭2番手、短期8番の池田がさあ先に仕掛けるか、2コーナーからバック、さあ8番の池田の短期まくり、さあ外からは7番の大松が迫っています。そこのカーブ、さあ8番の池田先頭、コースをついていく2番の戦国、最後の直線、8番池田先頭追っていく2番戦国、8番池田周平、一発穴開けたか。行くのか、外上がっていきます。合わせて6番川本も上昇、先に6番川本が前を抑えに来ました。前受け2番の山田、車を下げていくのかどうか、前段に清掃状態、ホームに戻って左手赤番の小西、抑えた6番川本、さらに4番永田の上昇、前を抑えていきます。4番永田先頭、3番手さあ内に進路を取った6番の川本、さあここは主導権取りに行きますが、後ろ連携離れ加減となっています。金を聞いて6番川本先頭、ドッキング3番平坂、9番和田、中央ライン先頭にまで3番手、7番の木村が現在4番手、直線コース最終周回、明治明け6番の川本、マーク3番平坂、9番和田、中国ライン先頭にまで3番手、中段4番手から7番木村がアタック3番手、2番手前段接近、3番平坂ブロック、かいくぐって7番の木村先頭ダッシュ、追っていくのは2番の山田、4コーナーから直線、7番木村先頭、迫るは2番の山田、7番木村貴弘が振り切ってゴール、2着2番5番接戦。倒す動きか、インズマリ警戒、2番キーはゆっくり車を下げていきます。3番手3番秋山、2番キーは6番手、中段後方が入れ替わりました。ホーム赤番残り2周、誘導対比となって1番競り先頭、3番手に3番秋山、下げて2番キーは6番手、ペーススローに落としている1番の競り後方を警戒していきます。3番秋山変わらず3番手、2番キーは6番手からジャンガマシ、金を聞いてさあペース上げていくか、1番競り先行体制、3番手に3番秋山、2番キーは思いとどまって6番手変わりません。ホーム一本棒、最終周回、1番競りこのまま先行体制に入っています。マーク8番仏田、近畿内先頭2番手、3番手は3番の秋山、車間を開けています。2番のキーはようやく6番手から巻き上げ、これは遠いか、バックは3コーナー、逃げる1番の競り、番手は8番の仏田、3番手から3番秋山、4コーナーから直線、1番競り先頭追い込む8番仏田、1番競りに8番ぶつだ、ワンツーだ。一旦うち1番岡崎に蓋をする動きか、ここは
インズマリ警戒1番岡崎も踏み込みました。3列重なって抑えにいた4番落としを突っ張る1番の岡崎、今日は主導権にこだわっています。ここは4番落としもスイッチが入りました。赤番の国衆もがき合い続きます。4番落とし内1番岡崎消耗戦となってしまうと後ろ3番岩戸にもチャンスがやってくるが、さあ1番の岡崎が突っ張り切ったか、外4番落とし変わりません。カノキいて突っ張り切った1番の岡崎、4番の落とし交代中、3番の岩戸虎視眈々の6番手直線コース最終周回。さあ今日は先行にこだわりました1番の岡崎、マークに5番の大庭、2番の塚本、8番坂上、ライン先頭にまで3番手、さあ7番の吉川が4番手となっています。バックから3コーナー、さあここがようやく3番山本がまくり上げ、1番の岡崎が先頭、番手絶好流れで5番の大庭、4コーナーから直線、1番岡崎先頭追っていく5番の大庭、5番大庭最後は迫ってゴール、着は接戦。ゆっくり車を下げていく7番竹山、ここは中段狙いと変わっていくでしょうか。外には5番の桜、中段外並走は5番桜深夜、車前と進めていきます。ホーム赤番残り2周、3枚抑えに行く5番桜、内突っ張るか2番志村、それでも5番の桜が抑えました。2番の志村下げて後位3番手、後方1、7番竹山は7番手となっています。金を聞いて5番笹倉先頭、5歩警戒、7番手から7番の竹山がスパート、主導権奪いに来ます。気づいて突っ張る5番の笹倉、直線コース最終周回、出切った7番竹山、この2番手収めるか5番笹倉、8番の増井本はクロス攻撃で2番手を守りました。バックスイッチ、さあ7番竹山先頭も車間がかなり空いています。2番手追い上げていくのは2番の志村、前まではかなり車間が空いて4コーナーから直線、一人旅7番竹山、追っていく2番の志村、7番竹森太田先頭後に7番2番3着4番茂木。行ったのは4番篠原、前受け5番の藤木は車を下げました。4番篠原先頭下げて5番藤木4番手、外1番矢口4番手走、中段外から1番矢口が巻き返し、ホーム赤間残り2周で前を抑えていきます。1番矢口先頭下げて4番篠原4番手、5番藤木は7番手、前後体制変わっています。1番矢口先頭後方警戒していきます。ペースをスローに落としました。4番篠原が4番手、鐘を聞いてまだペーススロー、後方警戒は1番の矢口、目線を送っていきます。中段1、4番手、4番篠原、5番の藤木は7番手、ホーム一本棒、最終周回、先行勝負1番矢口、マーク9番松田が7番神奈川、難関ライン先頭まで3番手、中段1、4番手が4番篠原がまくり上げ、バックスイッチ、さあ3日間の先行勝負1番矢口、番で絶好流れ9番松坂、4番篠原のまくり、踏まずに終わるのか、4コーナーから直線コースへ向かいます。1番矢口先頭、番手から9番の松坂、9番松坂が最後は抜け出してゴールイン。前に来ます。前受け7番中井、ここは車を下げました。4番中島先頭、合わせて9番安田が中段1、4番手内7番の中井、4番手内を救っていく、気づいてない4番中島、ホームに戻って左高番の声に周、さあ先頭取り返しました7番の中井、中段1、4番手9番の安田、この後ろは現在2番の松本が入っています。8番の池田を1車下げて6番手、4番の中島7番手からジャンガマシを狙っていきます。鐘を聞いてペースアップ7番中井先行体制、中段1、4番手9番安田、さあ外まくり上げていく4番の中島、現在3番手、直線コース最終周回、さあ逃げる7番の中井、まくり上げ4番中島、前段接近、それでも力尽きたか、2コーナーからバック、さあ飛ばしていく7番の中井、マークは3番北川絶好流れ、3番手は5番の池田、あとはどうか、2番の松本4番手外、4コーナーから直線、7番中井先頭追っていく3番北川、3番北川文部が最後は差し切ってゴールイン。伺っていきます。
7番の大西先頭、中段4番手1番の野口、8番の吉川7番手、さあどうか、後方7番手からようやく8番吉川が上昇、中段から合わせて1番野口も踏み込んでいきます。赤番の国衆3列重なった2列押さえていく8番の吉川、さあこの番手はどうか、3番宮本が守っていき、1番の野口は中段4番手が手に入った、7番大西は下げて7番手、鐘を聞いて8番吉川が先頭です。ペース上げました。中段1、4番手1番の野口、7番大西は7番手、ホーム一本棒、最終周回、明治明け8番吉川、マークは3番宮本、4番富永、西ライン先頭にまで3番手、中段4番手が1番野口がアタック、3番手、2番手前段接近、バックは3コーナー、マークに捉えました1番野口、追走9番渡辺、あとは6番内山、近畿ライン先頭まで3番手、この3人で決まったか、4コーナーから直線、1番野口先頭追っていく9番渡辺、1番野口正則、完全優勝、1番9番6番。7番手1全体を伺っていきます。1番ライ先頭、中段4番手が先に4番若松が上昇、前を抑えに行きます。1番の新井はすんなり車を下げました。誘導外して4番若松先頭、下げて1番ライ4番手、ホーム赤番残り2周、さらに3番矢野が巻き返し、さあ前を叩きに行きます。打ち突っ張る4番若松も強引に叩いていったのは3番矢野、この番手粘っていく4番若松隆之、金を聞いて3番の先頭です。さあバンド戦どうか、飛びついていく4番若松、外7番藤田をさばきに行きます。直線コース最終周回、あーっと4番7番かわりました、4番若松が落車、さあ一気に1番新井がまくりごろ2コーナーからバック、前段叩き切った1番新井貴弘、乗って5番の成田、6番深澤、混成ライン先頭にまで3番手、あとは切り替えには山内が4番手、前段4コーナーから直線コースへ向かいます。1番新井先頭追っていく5番成田、1番新井貴弘も振り切った1番5番6番。外上昇気配、中段から先に5番杉森が上昇、前を抑えていきます。5番杉森先頭、下げて3番山田が4番手、外2番根田4番手が並走、外並走から2番根田が上昇、前を抑えに行きます。ホームに戻って左手赤番の声に周、2番根田先頭、下げて5番杉森4番手、外3番山田4番手並走、スローペース、中段外から今度は3番山田が上昇、さあ先頭取り返しに行く3番山田久則、金を聞いてこれは突っ張っていきます。2番根田隆、主導権譲りません。2番根田隆が先頭、5番の杉森候補一、7番手直線コース最終周回、先行勝負2番根田マーク、7番中村、8番北浦、難関ライン先頭2番手3番手、後方6番手から5番の杉森がまくり上げていきます。バックは3コーナー、逃げる2番根田、番手車間を切って7番の中村、8番北浦3番手、4コーナーから直線コース、2番根田先頭追い込む7番中村、7番中村博士が最後は差し切ってゴリン、7番8番。